質問です。先週、募金3級に合格し、今、募金2級を勉強しているのですが、ゴールデンウィーク最終日に合格するには、どれくらいのペースでやればいいと思いますかまた、河野さん、募金2級は商業と工業ど、それぞれ、どのくらいの期間で終わらせましたかまず、僕は、募金2級受けてません。募金2級受けてません。あの、公認会計試験に向けて、募金の勉強を始めて、で、公認会計試験の担当式試験が終わった後に、募金1級を、まあ、その1週間後ぐらいに受けた、みたいな感じなので、募金2級の 正確なレベル感の把握っていうのはできてないですね。なんですけど、どれぐらいのペースでやればいいと思いますかっていうことに関して言えば、だって1ヶ月ちょいでしょ普通、募金2級って大体なんか2、3ヶ月ぐらいで取るイメージあるので、あの、残り1ヶ月っていうことを考えたら全力でやってください。で、全力でやった上でなんかちょっと余裕あるなっていうふうに見えてきたらそのタイミングで力ね、手抜いていいのかなと思うんですけど、今現状、 ゴールが見えてない状況であの手抜くのはまあ多分きついのであの全力でやってくださいっていう感じですね。はいまあ募金2級も CPA ラーニングであの無料で受けられると思うのでねあのぜひ活用しながら頑張ってください。